今波がやばいっすね。どれだけやばいって言ったらもうすごいっすよ。あっちの上までほら、ここの波がもっと上まで上がるんですよ。やばいっすね。やばいっすよこれ。ちなみに昨日モーリーここで寝てたんですよ。ここまで余裕でしょうか。やばー全濡れ。はい、こっち見てください。モーリーとか全部もう真っ白っすね。海が白波ですごい。こちら、はい、脱の切り身 で、ね、今ちょうど潮の流れが大きいんですよ。大きい、一番最高って言われてる潮の流れですね。なのでこのでっかい風船を潮に乗せて沖でカジキとかマグロを大きいやつを狙っていこうかなって感じですね。せーよいしょ。あっ、あっ、いいでしょ。投げたのマジ。これがだんだん沖に流れていくといい感じに流れてるよ。はい、先ほどひっちゃんが流した沖どこにあるかといったら、どこだよ、どこどこ、あった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 、見えるか、これやる、当たるか分からんけど、あっちも流れてる、ほら、これがどんだけ離れてるかと、流れてるかといったら、これがどれだけ流れてるかといったら、あー結構流れてる、モーリーヒット、上がれるか、いけるか、いけるか、いけるか。さあ、何でしょうか、餌は。何が釣れたか。おお、脱だ、脱。おお。いいよ。絶対バラバラだ、サボタッパーさっきまで普通にあげてたのに。これは絶対にバラしたくない。ということで、脱をサボで救うのかい。さあ、あげれるか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 、ゴール。で、これでさっきの風船でやろう。あ、風船で泳げすると、そうそうそう、面白いっすね。ゴールデンスにすぐ一瞬なって、そうっすね、潮に乗って泳いでいくから、ね、流れていくから、もしかしたらマグロかもしれないって、ずーっと手に行ったらマグロ最高じゃん。コルクマグロってまあまあ大きいんじゃん。黒マグロ、黒マグロ、黒マグロまで、黒マグロ、そこまでハードル上げたら何釣ってもすごく感じるなここっすね。あったあった、見えた見えた、白い、白くいってる。 50m、 いや100m くらいいってない、 100m くらい先行ってるよ。死にやばい。面白いのが 200m からの、いや見えない、失った。これアップで見るの難しいな、高すぎる。おお、あ、なに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 なんすかあれ、何が来たんすか。来たよ来たよ、森野さんに来たってよ。脱が暴れたって。さあ、あ、跳ねたんすか今。おお、あ、あ、食った、食った食った、やばい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 、跳ねた跳ねた跳ねた、出てる出てる、おおすげえ、乗った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 、やったー、やばいやばい、でかいでかいでかい、出てる出てる、一瞬に出てる、お、振り向こうか、やばいやばい、あーあ、サメ脱、あ、サメ、サメっぽかった、なんか跳ね寄った、やばいのが跳ね寄ったやばいの跳ね寄った、やばいの跳ね寄ってる今、サメっぽかったぞ。そして負けてますね死にまがってる。さあ、あいつトルネードで切るからね。あー、飛んだ、飛んだ、飛んだ、やばいやばい、やばいやばい、あ、怖い、あ、いや、モリモリさんサメ怒らした、止まらん止まらんやばいやばい。さあ、指トラックで止めてるけど止まらない、太鼓リール止まらん、なんマックスが遅いのこれ、なんだろうバカ野郎、海に帰ろう、海に釣るモリモリさん出ました
優しい森本さんが海内の森本さんだった。トバンから出ましたね。うん、チャンスチャンスチャンス。3を寄せてる寄せてる。逆準備します。マスカ、はい、脱一発で食い寄った一匹丸々。見えた、見えたっすね。逆光だからここから取ります。2匹いたっすよね。2匹いたっすね。2匹いた。飛び寄ったな。あれが見えた。それがしかも撮影中に来よった。ヒレが見えた。これ出すか。やばい、死にまかってる。これ回収しましょうね。手前の竿を回収するそうです。じゃないと邪魔なのかもしれない。取り組みで発射。超曲がってる。曲がってるよ。曲がってる曲がってる。さあ2回ぐらい飛んでそっから飛ばなくなった。もう竿、あの取った方が、寝かした方がいいな。後ろに引っ張ればいい。あれ取ってから、カナビラ取ってから。さあ森本さん降りた。そっかそっか、ねずれ、竿が短いから根ずれる可能性あるしますね。手前のこういう岩に。なので今前に来ました。あ、もうすぐそこにいる。ここら辺にいます。今まだ見えてこない。まだ見えない。そしてモーリーはヤフー。モーリーこれ端っこは、ロープの端っこどっかに結んどこうね。サメかけた瞬間一気にパーッていくかな。あの竿も避けますか。これは大丈夫。やばいとこに行ってる、やばいとこに行ってる。右、このロープの一番端っこどっかの空手なかなか結んどこうかけない。ちょっとやばいです。あと根ずるポイントなんですよ。あっての岩、ここ右の方にちょっと走ってる。賢い。これアイスナイロンなんで、あ、クロロだからワイヤーじゃないから一発でかけようね。あ、ワイヤーじゃないから切れる可能性があるらしいですね。サメの歯は鋭いですからね。ロープまたがないように注意して。しかロープまたがないようにって。あ、危ない。大丈夫？伊藤大丈夫？あれ、動きが止まった。擦れてるね。擦れてます？あ、擦れてるっぽい。擦れてるっぽいみたいですね、あって。あ、あっち行ってる、石の方。賢い。これここの岩の前にいます。この岩の前今無理やり引っ張らないで向きを変わるのを待つらしいです。すぐそこにいるけどね。見えない。完全に吸ってるっすね。あ、いや触らないで、もう無理触らないで。やばいか、擦れてるっぽい。まあこんな状態よ。やば、深瀬釣りやってる。深瀬釣りやってますね。深瀬釣りの持ち方してますね今。
やばいね。ここでテンションかけると一気に切れるんで。ああ切れちゃうかもしれない。糸が少しずつ出てますね。魚の向きがあるのかな。これ魚の向き変わったら取れます。あえて出してる。左側に走ったらいいんですけどね。あっちはまずい、非常に。うまっすごいな。出ます？すごい。でっかいの来る、でっかいの来る。やば、やばいな。あっちの岩にかかってるかもしれない、ね、きついな。まあ分かることはサメでしたね。あ、切れた切れた。あー残念。約 150m ぐらい流してかかりました。いや惜しかったけど、この2日間で一番大きい魚でした。惜しかったね。はい、ここで、僕と春沖はまた別撮影でここでリタイアということで、けど協力チケットが来るみたいです。その名も力持ちバンバン、そして破壊神押しよう。ちょっと壊してもらってから、ね、してもらおうかな。壊すだやばいでしょこれ。まっすぐにしてほしいね。あ、確かに確かにね。まっすぐにしてもらって。あ、それはしてほしい。入れ違いになるんですけど。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。何か釣れますように願っときます。2人が来るあったかいベッドで願っときます。ムカつく。ラストチャンス、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。差し入れですか。はい、差し入れですね。おにぎりと、うわちょうどいい、おにぎりと、おにぎり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 です。おにぎりもいや。で、寒いかなと思ってカップラーメンマッチに入れてます。豚キムチと、違う違う、まあ、1個残してて寒いと思っておにぎりを持ってきました。で、寒いと思って、あと1個、おにぎり持ってきました。ノーカットですか、途中ですね。じゃあ、いただきます。どうぞ。はい、じゃあ、さっきよりちょっとだけ落ち着いてるんで、打ち込みの仕掛け、落としていきたいと思います。餌は昨日釣った雑ですね。じゃあ森森さんお願いします。いけー、でかい魚かかりますように。はい、朝になりました。おはようございます。おはようございます。朝まずめ。朝まずめ。今日もまだちょっと、はい、なかったっすね、まあ、なかったっすね。森人ジャムチャーだ。えヤブチャっすね。ヤブチャ、おめでとうございます。なんかやっとまともな魚が。そうっすね。やっとまともな魚が。ちょっと仕掛けをチェンジ、風船浮きで沖に流します。うまそう。とんでもない仕掛け。かけたのがアナサオだったんで、うん、短いサオだったからちょっとやり取りが難しくて切れちゃったんだけど、これちょこっちにサルカンつけてたんです、捨て重り用の。はい、ここに通します。これだったらあの切れても浮きが飛んでいくとか、あ、風船が飛んでいくとかないんで、はい、まあ、こっちに残るはずなんで。サメとかかかったらこの水圧で割れちゃうんですよね。割れるっすね。割れてね、ビニール系ってあんまり海に残したくないじゃないですか、はい、これで OK です。オッケー、じゃああとはシジャー待つだけ。あ、また噛まれてるこいつ。なんかいるんかね下に。
あれがいるんで、多分ジキラン。ジキランパーガン。うん。脱頭噛んでる。脱って美味しそうな匂いですよ。サンマみたいな匂いするっすよね。サンマみたいな。焼きます。焼いたら多分美味しいっすよ。食べます。食べないっすね。食べないっす、ね。めちゃくちゃ食ってる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 。止まって話した。話した？今出てたよね。ワイヤーね。グイって。サメ食い寄った。はい。食い寄ったっすよ。抜けてるかも。抜っこ抜け。うわすげえ。うわ、これはサメですか？これは多分サメだはず。名産っすね。名産っすか、これ名産っすね。歯がこっちとこっちだです。口がこれぐらい。わー、せーの、よいしょ。とっとっとっと、おお。ヒラブチャー釣れました。おお、いいね。本日の海の中どうなってるのシリーズ。で、次はこちら、ドン。買ってきてくれた繊維化を、うん、丸々一匹下に落としたいと思います。お、すごい、イカが泳いでるみたい。落とします。じゃあこれも、待ちで。そうですね、で、これ待ってる間に、はい、モリモリさんとモーリーさんが後ろの方で料理してくれたんで、それを今から食べに行きたいと思います。イエイ。焼きうどんです。あ、うわ、美味しそう。神様ですか、モリモリさんですか、どっちですか。モリモリさんです。ビリケンさんです。ビリケンさんです。ビリケンさん。あれ、びっくりしたっすね、俺、うん、まあまあ似てたっすね。まあまあ似てるし、あの、ボロ上がりでボケーとテレビ見て笑ってる。いっちゃんに個人ラインで画像送って、一応俺これ本当に金で塗っていいですよっていう。いっちゃんには一応いいですよ。準備はしとくんで。いただきます。第一に感謝。いただきます。作っていきますよね。はい、まずは、うまい、俺の一番好きなエビから。うまっ。うまっ。山なのか海なのかよくわからんところで食べてる。崖。ここで、うん、昔モリモリさんが釣りしてる時に、うん、泊まり込みで、うん、寝てて、うん、来たら上から女の人が見てたって。怖っ。押し抜けた。いや、抜けますよ。え、霊的なやつですか。いや、わかんないです。もうはっきり見切れんかったです、怖くて。へー。ごちそうさまでした。美味しかったです。森さん、美味しかったです。ありがとうございます。はい、また作ってください。タイムアップ&もう雨が降ってきてるんで、今日は撤収します。はい、次回またリベンジっすね。で、終わったら、こんな感じ。ゴミ袋にまとめてちゃんと持ち帰りましょう。はい、はい、じゃあ回収しますか。はい、回収します、はい。